天馬神社は、長崎県新上五島町俗浜の浦里のうちの浜の浦地区に鎮座する神社である。菅原道真公、随身、渡来春彦を主催神に、今年の主命、大山積命、仁徳天皇の御柱を廃止する。廃止神中の今年の主名は、郷内、恵比寿神社、大山積命は、道山の神神社、仁徳天皇は、道。 若宮神社の祭神である。境内者、琴平神社創建年代は不詳。漢文12年8月25日に祭典執行の記録があることから、それ以前の創建である。当社は、旧平戸藩領地の東郷、同、土井、飯の瀬戸のうぶすながみであり、毎年の祭礼には、土器の代官や、各郷のう子総代をはじめ、各子氏家族に至るまで参詣したと伝えられる。 社元明治7年5月5日に孫社に列せられ、大正2年9月25日に、恵比寿神社、若宮神社を、同5年5月23日に、山の上神社を合詞。後年、同社は、現在地に、福祉されている。昭和4年2月26日に、新鮮兵白陵と神神社に指定された。10月24、25日の霊祭には、神五島神楽が奉納される。 神ごと神楽は、国の選択無形民族文化財に選択された、後藤神楽に含まれ、長崎県無形民族文化財に単独で指定された。その他の属浜の裏里の神社に、山の神神社、琴平神社、神谷城、恵比寿神社、縁の行蛇宮がある。また、隣接する道戸以降に、大山積神社、猪瀬戸号に、恵比寿神社がある。ありがとうございます。